ロバート・ドールンボースはオランダ出身のレーシングドライバー。2006年は F1 レッドブルレーシングの第3ドライバーを務めていたが、中国 GP からレッドブルの正ドライバーに起用されていた。名字のドルンボスについてはオランダ語の発音ではドールンボスが近い。もともとはテニスプレイヤーを目指していたが、1998年のベルディ GP で、 ウィリアムズメカクロームのジャックビルヌーブにあってから、レーシングドライバーに転向した、異色の経歴の持ち主である。その後、イタリア出身の元 F1 ドライバーのピエル・カルロ・ギンザーニが運営する、イタリア F3 選手権チームで安定した成績を、残し当格を表す。その後は、F3 を経て、F3000 で活躍した。F3000 参戦中の2004年に、 F1 のジョーダングランプリでテストドライバーを務めることとなり、その後両チームのサードドライバーに抜擢された。2005年も引き続いてサードドライバーに起用された。その後、ミナルディのパトリック・フリーザ・ハーの金銭的理由による解雇に伴い、2005年のドイツ GP でミナルディより F1 デビューした。2006年はレッドブルの第3ドライバーとして、 金曜日のフリー走行セッションを走ることになったが、中国 GP から、性ドライバーであった、クリスチャン・クリエンの離脱に伴い、同チームの性ドライバーに起用された。2007年は、レッドブル F1 チームのテストドライバーを務めつつ、アメリカに渡りミナルディチーム USA から、ジャンプカーに参戦し、参戦初年度ながら、第6戦モントランブランで、初優勝を達成した。その後、 第9戦の3のゼシュが1レースでも優勝。シーズン全14レース中6レースで表彰台に上がり、シーズンポイントランキングでも3位と、ルーキーではトップの成績を残した。2008年は、ミナルディチーム USA が、チャンプカーと統合した、インディカーシリーズへ参戦しなかったために、スーパーリーグフォーミュラ、AC ミランのクラブチームから参戦し、また2008年から2009年、 A1 グランプリの第2戦4戦6戦に乗りジェローン、グリーケモレンと共にオランダチームにも参戦して、チーム3位に貢献した。前半戦に不審であった、ネルソン・ピケ・ジュニアの代わりに、ルノー F1 チームのナンバーにドライバーとして参戦、するとの噂も持ち上がったが、結果的には、オランダで行われる、ルノーの F1 イベントで、デモランを行うためのドライバーとして、 契約を交わしたことが判明した。これは、オランダの大手金融グループで、ルノーのメインスポンサーである、ING グループが、オランダ人ドライバーを望んだことによるものである。旧チャンプカーチームのニューマンハースレーシングから、インディカーシリーズにフル参戦した。ミッド・オハイオから、HVM レーシングに移籍した。第3戦のカンザスでは、予選で2位に入り、決勝では、ラップリードも記録した。 年間を通した成績では5度のトップ10フィニッシュを記録し、ランキング16位に入った。インディカーシリーズには参戦せず、スーパーリーグフォーミュラに SC コリンチャンスパウリスタ、レーシングから参戦している。ありがとうございます。